キリカドお化けも倒したら経験値うまいのかな。なに、くそ、なんだこのハイレベルの、ハイレベルすぎ、誰かこの後ろの取り合い、こんな難しいの、すげえアクション性高いぞ。あ、 HP 回復なんだ、へえ。普通に出てきやがった。おい、倒せなくねえか、あいつ。こいつやばくねえ。え、こいつきつくね。じゃ、このアイテム欲しい。よし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 。これやばいよな、多分な。サイズ見てくれよ。ちょっと待って、これやばくね、こんなだぜ、やばいよな。ちょっと一瞬行ってみていい か、後ろから背後取ったら一回スカウトして逃げりゃいいんじゃないの。あー、でもな、こんなとこで死者を出したくない。チラッと一回行ってみていいか。チラッと一回行ってみていい。さすがにこんなところで出てこねえだろ、強えやつ。そんな強えやつ出てこねえだろ。あー、二マスだわ、こいつ。二マスだわ。二マスだわ。あ、逃げ目。ちょ、やめて。ちょ、マジやめて。クソクソ。ドゥルルン。で、勝てるわけで、誰だよ、ここ配置したやつよ、おい、配置したやつ誰だよ、ここによ、おかしいだろ、どう考えてもよ、こんなの。勝てるわけねえだろうがよ。よし。危ねえ。勝てるわけねえだろうがよ、誰だよ、ここに配置したやつ。おかしいだ、あんなの誰が、誰でも挑むだろ、最初。ごめんな、加藤 D 勇気。お前攻撃力強かったのにな。全然活かしてあげれなかった。プロテーゼとテポド、何の思い入れもない、何の思い入れもない野良モンスター2匹になってしまった。だがそういうこともあるさ。ありがとう、デボラ S ド、デスエボラドリル、ありがとな。そして加藤 D ユキ、ありがとう。わー、なんか洗礼浴びたわ。ただこのドラクエモンスター2をやる上で大切なものを教わったわ。でかいやつには挑むな。俺マジで舐めてた。あんなよ、鶏風情、正直なんならワンチャン勝てるんじゃねえかと思ってたわ。学んだ、マジで気をつけるわ。